お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、トロフィー6700到達というところで、まあ、リプレイ解説の方をですね、していきたいと思います。で、今、グローバル27位ですね。はい。で、まあ、何のデッキで上げたかっていうと、ですね、こちらですね。はい、ロイホグです。マジアチャロイホグですね。まあ、最近、ロイホグ、まあ、やっぱ強くて、ロイホグ3子だったり、まあ、ババコアロイフグだったり、まあ、ペッカロイフグ、そんなロイフグがあるんですけど、まあ、僕はこのね、はい、マジアチャロイフグデッキで、まあ、6700到達っていうところで、で、まあ、リプレイ見ていくんですけど、このデッキだけじゃなくて、実は、ここですね、一番新しいのがロイジャイでペッカで迫撃に負けて、で、この辺なんですけど、実は、その、これですね、このロイジャイ、ロイジャイドラドラデッキ、最近流行ってるロイジャイデッキもすごい使ってて、まあ、このロイジャイデッキで、まあ、ほぼ上げたみたいなとこあるんですけど、この辺ですね。ロイジャイで、このね、もう、早い。もう出た瞬間、カンストライドラにボコボコにされたんですけど、開始、もう1分とかで、ボコにされたんですけども、それ以外にはロイジャイでほぼ勝ってて、で、やりつつ、またこれあれですね。これ見るか。これ見たいな。この、いろんなのね。はい。じゃあ、気分を変えて、ロイフグで上げてます。っていうところで、さあ、一本目のリプレイを見ていこうかな、というところで。そうですね。今日はしっかりちょい解説気味でいきたいので、1倍でいきたいと思います。はい。で、まあ、あれですね。まあ、ロイフグがめちゃくちゃ強いんですけど、結構やっぱファイヤーボールが流行ってるっていうので、まあ、ロイフグがなかなか通らないっていうのが、まあ、あるんで、その通し方的なのをですね、はい、しっかり説明できればいいなと思うんですけど、相手迫撃なんですよね。まあ、迫撃はしっかり墓石でね、ターゲット取りたくて、理想は、その相手の迫撃と逆サイにスケルトンを流したいので、まあ、今のボス系ももう一個右側ですね。理想なんですけど、まあまあ、とっさに出したやつなんでしょうがないかなっていうのですね。ちょっとこのマジアチャーは、相手やっぱ迫撃って分かったので、小物で防衛してくると思ったので、それに対してのマジアチャーだったんですけど、まあ、空振りですね。はいはい。で、これね、迫撃しんどいんですよ。マジで。ロイホグを、まあ、使ったことある、わかると思うんですけど、まあ、僕が苦手なのかわかんないですけど、そう、僕は迫撃めちゃくちゃ苦手で、受けがね、そう、受けが結構しんどいんですよ。墓石はあるんですけど、アウトローも。けど、すごいしんどくて、っていうので、さあ、まあ、ここはね、しっかり墓石でターゲット取っていって、まあ、同サイでもね、この墓石を一マス、後ろに、一マス内側、うん、低めに置いてあげれば、そう、ずっとターゲットは取ってくれるので、よいしょ、しっかりね、迫撃に対しては墓石で受けていきます。で、マジアチャの、まあ、使うタイミングなんですけど、ロイフグはまあ固めて出したら、まあ、ほぼ角で相手がまあファイボー防衛ですね、押してくるんで、あえて、ロイホグを固め出しして、マジアチャを生き残らせる作戦もできますし、逆に、マジアチャをちょっと始めで使って、ファイアボールを打たせてから、ロイヤルホグをまとめ出しするっていうパターンがあるんですけど、相手が迫撃だと、結構それがあんま通じなくてですね、その迫撃、防衛迫撃を立てられると、めちゃくちゃしんどいですよ。今のは、ちょっとシャシャっちゃいましたね。はい。でもここで今相手はファイアボール使ったじゃなくて、迫撃砲使ったから、まあ、ロイフグを止める手段としてはファイアボールしかないんですよね。だから、ここで、ロイフグを固めて出しちゃうと、結局ファイアボール打たれますんで、まあまあ、まだ待ってますね。しかもセパレートしてもいいんですけど、もう、左が1500まで削れてるんでね。はい。いや、ここはもう、ファイアボール打ってくださいですね。このね、あとちょっとがなかなか削れない。マジで削れない。で、この後ろゴーストはディガー警戒ですね。
これ多分マジ打ちはするっすかね、多分。多分する。ああ、しないか。一回防衛からの。はい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 。はいはい。で、ここで多分セパレートかな。ワンチャン逆サイ？おお、同サイ。それはまあ、ファイブを打たれますわな。はい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 。まあ、これはな、もう。よく勝ったな、これ。どうやって勝ったんだろう。ちょっと、覚えてないっす。けど、そう。こうなったらしんどいけど、多分ここで5を打ちますね。もうこっちも削りに行ってますね。で、雪はしっかりアウトローと墓石、まあ、アウトローとメガゴでですね、ディガーをしっかり抑えて、で、これローフ多分飛ばしたところであれが来るから、多分ここで待ち合わせだ。で、これに5を使わせたいんですよ。で、そう、来ると思ったから、ちょっとね、避けるところにロイフ飛ばしてあげて、しっかりダメージを稼いでいくって感じのことをやると、ちょっとですけど刺さりますね、ロイフが。って感じでマジアチェに相手5を打たせる感じですね。で、ここで多分攻める、これしかない、これしかない。もうあと500と700でここで攻めないと負けっていうところで、マジアチェで一気に攻めて、さあここも攻めたもん勝ちなんでね。ここでロイフだ、このもうなんかね、早いもの削りみたいなとこになったらロフが強いので、まあ、ギリギリですね、マジで。いや、本当に粘って粘って粘って、マジアチャに5打たしてて、まあロフで削る感じかな。はい。っていうので、さ、他のリプレイは、ロイジェンを見てもいいけど、まあロイジェンはいいか。ロイジャイで一回ペックがあったんですよね。ですね、吐き息は正直余裕ですね、ロイジャイ使ってて。いや、これラバー、ボーフムの、これ、あれですね、もう世界一、多分ラバーがうまいみたいな人で、これ相性がいいんでね。はい。で、ロイフグ、ロイフグ、これだ。でも、この人の、ペッカデッキは、その、テンプレなんですけど、そのエレクトロウィザードの枠が、もうウィザードっていうのを知ってたので、まあ、そこがすごいやりやすかったですね。相手がエレキ持ってると僕のインドラが、まあ、簡単に防衛されちゃうんですけどね、まあ、それが、まあ、相手がウィザードのことによって、まあ、楽に勝てましたね。でもこのユウノも美味しいですね、マジで。縦線がめちゃくちゃ強い。で、これでもう多分出します、僕。はい。そう、相手がエレキだったらこれペッカとエレキとかでもう防衛されてハードカウンターで終わるんですけど、もうこの相手のね、このマンサー、まあ、読み方わからないですけど、この方もすごいめちゃくちゃ有名なプレイヤーで、このペッカウィザードっていうのを知ってたので、まあデッキ知ってるからこその立ち回りみたいなところありますね。で、ここはロリババで受けますね。で、縦線かな。はい。そうなんで、結構陸受けをしっかり分けてやるところですね。まあ、手札サイクルがいいのもあるんですけど、まあ、ゴーストにはできるだけロリババで防衛して、ユーノにはできるだけ縦線かな、とか、まあペッカに縦線とかじゃないと、相手の端前ユーノに対してロリババって結構間に合わなくて、相手が端前にユーノ出してきた時にロリババでターゲット取ろうとしても、なんか転がってる、もう途中にユーノが突進してきてみたいな感じでダメージ受けちゃうんで、まあ、ユーノにはロリババじゃなくて縦線の方が防衛しやすいですね。で、ここはカード回したっすね。これ多分左今攻めてカード回して、でも相手ここもうまいんですよ。もう守れないって判断したので、そう攻めてきたんですよね。で、僕この縦線ちょっとやっちゃってみたいなところあって、相手もね、このディガーとザップちょっとやっちゃってるんですけど、っていうので今11ですね。まあ、こう見たらなんか全然、あれ余裕じゃなくねみたいな思われるんですけども。ですね、アラームはちょっとね、はい。隠して。さあ、これインドラ無双ですね。相手のウィザード処理して、もうガゴに対してはもうベビドラもファイスピもオーブンもあるんでね。インドラ残してしまえば勝ちみたいなところあるんで、もうインドラ付近をね、しっかり延命させてあげて、インドラ付近
のそう画像警戒でファイスピとかいろいろ出してあげればよいしょ。でこれもロイジあこれはこれ美味しい、このファイスピ優秀ですね。でこれ多分攻めるかな、あ後ろからですね。まだペックがねすぐ出してきて対処されるから相手のこのポイズンもちょっとやっちゃってますよね。ドラドラの形が完成したんで、相手ここのガゴもね、インドラが、あー処理された。で、ここで縦線出して、ペッカ来た時にロイジェが結構殴れるようですね。で、このペッカがそう、縦線殴ってるんですよ。で、しかも縦線がダメージも入ってて、縦線の。で、これもライトニングで終わりですね。なんかもう、えそんな感じでみたいな感じなんですけど、はい、こんなんで。結構僕、特に大したプレイもしてないんですけど、このロイジェデッキが強いですね。で、このままもう一瞬で終わって、インドラが入って。っていうので、迫撃、見たら、これ相性ゲイ、これ迫撃に負けた。で、ペッカは相性で、このままロイジェかな最後に。そこのペッカ工場のテンプレに対しては、もう圧倒的ロイホグが勝ち、みたいなところあって、迫撃は結構しんどいですね。本当に。あでもこのロイジャイですね。ロイジャイでオーブンファイスピで結構、まあ、辛いように見えるんですけど、辛いです。はい。けどね、意外と言うほど勝てないみたいなところもなくて結構勝てちゃうですね。で、もうこれ、もう僕ファイスピ見た瞬間に、てかこのコルベットっていう人が正直多分ロイジャイ使いだなっていうのは多分なんかちょっと思ってて、なんか見たことあるんですよ。多分 TV かなんか。でから、ファイスピ使ったって分かっ、もうしょっぱな使ったじゃないですか、相手。イコールロイフグ刺さる。でもロイフグ出したらオーブンが来る。だから、なんか端前で、さっきロリババに対して、もうマジアチャから攻めて、からのロイフグで、みたいな、もう、出だしからもう、あれですね。そんなに攻めるみたいな。さすがにやりすぎじゃねっていう攻めなんですけど、まあこれもあれですね。デッキが分かってるからこその、立ち回りになっちゃうんですけども、まあそうですね、ロイジャイ今の流行りのロイジャイに対してはオーブンハイスピーか、まあオーブン入りかな。オーブンだけだったら、まあ別にオーブン壊した後にとかロイフグ飛ばしてれば、まあ、勝てるんですけど、ファイスピーがあることによって変わるんですよね。まあ、いや言ってのファイスピーがマジで厄介、マジで厄介なんですよ。なんでしっかりファイスピを割いてからロイホグか、なんかちょっと変わったことをするか、ファイスピ読みファイブを当てるか、ファイスピが相手が切るのを待つかですね。まあ、さっきの初手ファイスピとかめちゃくちゃラッキーですね。そう、こっちがロイホグを飛ばさずにずっと我慢してカードを回してると、相手が多分途中回せなくなるんですよね。なんか手札が多分、なんか悪くなって。ロイジャイでライトニングでなんかでみたいな感じで、で事故ってこれファイスピ出ししかないっていう相手の状況がね生まれるんで、そこでその相手がファイスピサイドのところを、まあ、一気に隙をついて攻めるがいいですかね。はい。でもうなんか、ね、ロイフグ飛ばしてたら残り400まで削っちゃったみたいなとこあるんで、もうこれははい、これで終わりです。これであと40秒なんで、このまま必死に耐えましたね。必死に、まあ、言うてマジでこれで勝てるのみたいなのがあるんですけど、勝てちゃうんですよね今これで。本当になんかロイホグを飛ばしてロリババ転がしてみたいな、転がして飛ばしてみたいなね。よいしょ。でここはねしっかり耐えます、耐えます、もう耐えて終わりですね。はい、フィニッシュかな。はい、こんな感じですねっていうところで、今6-7で今シーズンね、あと1週間お、これ俺が負けたやつだ。迫撃でいいか、高いな。さあ、あと1週間あるんでね、まあ、これ1週間で上どこまで行くんだろうな。上が多分7-2とかかな。7-3出ないかぐらい、7-3出ないな。まあ、7100、7200ぐらい出ると思うんでね。まあ、7000は絶対行きたい。で、今シーズンも行けるとこまで行こうと思うんで、まあ、またね、
リプレイ解説などもいろいろ出していきたいと思いますというところで、本日は以上になります。よければこちらのね、アウトローロイフグと、まあ、こちらのねロイジェイ結構使いやすいと思うんで、でこれインドラがね結構レベル低いわとか持ってないわって方は、こちらのねコルベットさんのこのエレキメガ5番ですね。このベビドラインドラがエレキメガ5番、まあ、あるんでね、こちらのねロイジェイデッキでもいいんでね、ぜひよければ使ってみてくださいっていうところで、本日は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。